ちらは材料物性研究室です。分光エリプソメーターやレーザーラマン顕微鏡、テラヘルツ非破壊検査装置などがありまして、表面微小部の観察や分析を行う装置が多く入っております。今日はこれから、今年2月に入りましたナノサーチ複合型顕微鏡をご紹介したいと思います。では皆さんどうぞ。装置の紹介をしていただきます、松延俊研究です。どうぞよろしくお願いします。こちらがナノサーチ複合型顕微鏡になります。装置の本体はこちらにありますような小さな装置となっています。これは受信台に乗っていまして、微小な振動も除去するようになっています。この装置は光学顕微鏡とレーザー顕微鏡、そしてプローブ顕微鏡の3つの顕微鏡が1つになっている装置です。そのため倍率としましては100倍から約100万倍という非常に高倍率の測定が可能となっております。分野としてはさまざまな材料の表面観察に使われています。では実際にサンプルを載せて観察の方を見ていただきます。資料の方は今回はこの CDR とか DVDR のようなものをちょっと観察していきたいと思います。この資料は、溝が切っていますけども実際の目では見えませんので、顕微鏡等で観察しないと溝とかは見えませんので、その溝についてちょっと簡単に見ていきたいと思います。サンプルの方はですね、この丸い金属の板に、大きさに分けて、貼り付けて、設置します。今回は CDの破片を切った資料を用意しましたので、こちらを載せて観察したいと思います。サンプルを載せまして、次は観察の倍率を変えていきます。レンズとしましては5倍、20倍、50倍、100倍という4つのレンズが、装着されております。まだ5倍では何も見えませんけども、どんどん上げていきます。操作等はこちらのパソコン上で簡単にできますの で、レンズを変えますと自動的に切り替わっていきます。さらに50倍、で100倍、のレンズにしますと少し溝のような縦じまがうっすらと見えているのがわかると思います。でこの装置は光学ズームもついておりますので、光学ズームをすることによってさらに観察倍率を上げることができます。こちら側が光学顕微鏡になります。でさらにレーザー顕微鏡が搭載されておりますので、レーザー顕微鏡によって3次元的なデータを取得することができますので、実際に測定をしていきたいと思います。測定の時にはこの蓋を閉めて観察をいたします。観察はもう撮影ボタンを押すだけで自動的に測定をしていきます。
405ナノメーターのレーザーを試料の表面に当てまして、あとはステージを上下に動かすことによって3次元情報を得る装置になっております。今は、表面の状態を観察して、自動的に観察しています。でこれから徐々に下から上へという形でサンプルが移動して3次元情報を今得ていきます。これでもう測定が終わりまして、1、2分程度あれば測定の方は完了いたします。あとはこの得られた画像から情報を導くという形になりますので、まず測定ボタンを押して、あと表面の高さ情報なども取得することができます。こちらがレーザー顕微鏡で得られたデータになりまして、この赤い線が下のところに表示されている高さの情報になります。このギザギザが CD に刻まれた溝になります。溝の大きさとしましては数十ナノメーターから数百ナノメーター程度の大きさになっています。さらにもっと細かな情報が必要な場合には SPM の方に切り替えて操作をします。 SPM で観測できるエリアがこの黄色いエリアになりますので、このエリアの部分に対象物を移動させればそこの部分での観察が可能となりますので、じゃあ実際に SPM の方に切り替えて測定の方をしていきたいと思います。SPM の方は顕微鏡のところについている小さなヘッドが装置になります。切り替えてみます。この小さな箱が SPM を測定するユニットになります。でこちらが SPM を操作する画面になります。でこちらの方で、測定を行うと、このような観察度が得ることができます。これは溝の部分を拡大して測定しているデータになります。約10ミクロンかける10ミクロンかけるエリアの表面形状になります。でこちらの方はですね、先ほどのレーザー顕微鏡よりももっと細かな情報を拾い出すことができます。例えば溝の大きさとしましては、高さが、70ナノメーター幅が700ナノメーターの溝のピッチで切られているということがわかると思います。またこの小さな突起物みたいなのがたくさんありますけども、これは、加工時の何か残差
の可能性もありますし、また記録媒体の残りの可能性もあります。まあ、そのような小さなものも SPM によって観察することができます。では他に何か質問はありますでしょうか。今その SPM で、10ミクロン四方の測定をされたんですけれども、大体測定時間どのくらいで取れるんでしょうか。この画像を一つ撮るのに、約10分程度かかります。はい、ありがとうございます。こちらの顕微鏡はこういったこう箱の中に入ってるんですけれども、はい、これは どういうために入ってるんですか。これはですね、音の情報をここで遮断するというために箱に入っています。振動の方はこちらの振動を除去する装置の上に載せているんですけども、音の場合には空気を伝わってきますので、空気の音を遮断するのにこういう箱に入れて、で遮断をしています。はい、ありがとうございます。